伊藤のオファー断ったらちょっとなんかダメだなって感じしました。そうだったんですね、はい、やっぱりもうその縁切っちゃったらなんかもう俳優ダメだなみたいな気分です、まさに伊藤ですね。小松さんはどうですか。はい、なんか私もキャストの方々とその違う作品にもご一緒した方がたくさんいたので、うん、なんかこれもなんか縁だなと思って、うん、ぜひやらせていただきたいなと思って縁がつながったんですね、はい、なんか。さあ、そして今週水曜日に行われた先行上映でお客さんから